やるとするか。やるとするわ。山塚三日じゃ。やっと来たか、ここまで。山塚三おじさんに来たぞ。デュルルルお、あ、ここで、あ、おお。何これ、荘厳な、あれは。めっちゃ荘厳じゃん。ああ、私の、あいつそういうキャラだったっけ。あんまそういうキャラじゃない気がしたんだけど。まあ、いっか。じゃあ恐竜バグなんだね。もらえるはもらってください。粉塵はむしろあれか。あ、でもこれ欲しいな、ちょっと。あ、こんがり肉持ってくださいか。空きがありません。まあ、いいや。なんかあったっけ、いらないのか。まあ、粉塵が1個。これ戻ってこれんだっけ。まあ、わからん。回復そんな多分なんか、多分そこまで洗った気がするけどな。ティリティリ。ティリティリ。遠いな。てっぺんまで行かないのか。ティリティリ。ティリティリ。あ、あー、そうか、こう、あ、そう、ぶっ壊れてんだ、これ、途中が。途中がぶっ壊れていて。来たぞー。わけのわかんない、ぶっ飛んで来たぞー。これ乗れないのかな。乗れないか。なんか行けそうな気もするけどな。これ、この人こんな神々しい曲だったっけ。全然当たんねえ。当たりそうだ、当たんねえ。おう、いた、直じゃん。しかも音もいないのか。ドンドン、弾かれんのか。ランスの良かったかな。まあ、大概俺こいつなんかランスやってるけど。おお、当たらねえぞ。恐ろしいぐらい当たらねえ。嘘。あ、これチャンス、これ大チャンス。ただ問題点としては、ああ、結構当たるね。お、割と長い。まあ、ランスもまあ、常に当たるあれでもないんだけどな。お、まあ、たまにまあ、2、3発当たればいいって感じかな。敵の攻撃、今の攻撃の時に。ティリリン、ティリリン。お前、回転アタックするんじゃねえか。絶対やんじゃねえか。俺、あれも、俺、大嫌いだからね。これがね、これ、めちゃくちゃ怖いんですよ、これ。まあ、多分、大丈夫か。あ、大丈夫そうだ。結構、まあ、チャンスでもあるんだよ、ね。まあ、チャンスは割といっぱいある。ってなると、まあ、こういうチャンス、まあ、そうだな。まあ、それだったら、まあ、もしかしたら、片手剣の方がいいのかもしれない。トータルで考えたら。口すげえ、このとんでもない、これ来航中なんですよね。あ、怒ってんじゃねえ、これ。これはちょっと行くべき。徹底的に行くべきでしょ。行けるときは考えていくからな。だからもうずっと、もうずっとこうやってくれればいいんだけどな。これは回復。テリリンテリリン。時間のお前かんだろうな。これ多分一番暗いんだよな。あ、ランスでガードしてもあれだからな、結構吹っ飛ばされるからな。多分これが最大級のダメージなんだけど。えい、これ一番怖いの、これなんだよ。これが一番怖い。
まあでも片手の方がまだ。来たー。これは逃げるか。これこれ見えるのかな、下から。見れないか。あれとんでもねえんだからな。しかもなんつうの、あれこれどこ行くの、ここ。もう逃げ場ないっていうね。あれ食われっからな。あれ普通に食われるからね。で、仲間いないと、まあ、仲間いてくれればあれなんだけど、あの、粉塵使っ、粉塵を使えばあれなんだよ。生命の粉塵使えばどうにかなるんだろう。しかしながら、私は誰もいないのとしたらね、もう諦めるしかないんだよ。もうふわーっと飛ぶからな、あいつに吸い込まれて。目が赤いのが普通か。まあ、これ、まあでもチャンスもあるからね。あ、いるんだ。よし。あー失敗した。やっちまった。なんということ。へい。これ武器持たないとあれなんだよな。武器持たないとこれまっすぐ行ってしまうとあれなんだよな。落ちてしまうよ。これを私がどうにかしないと。まあでもまあこの通常のあれだからな。お割とまあ広いんだけどな。ただちょっとまだあれでしょう。まだまだでしょう。40、まあ、10分。こっからよね。前座立て。へい。まだもう割とあれだな。なんとなく分かってきたような感じもするんで。出た。俺これすっごいほんと嫌いなのこれ。ちょっともうこしようかな。俺これなんかダメなんだよこれ。なんかこのこれ何なんだろうな。なんかすごいなんか嫌なのこのなんかうってなんだよな。これ見てると恐ろしいマジで。あれの時はもうカメラ下にしてもいいし、そうするか。それがいいの、ね、俺の心身の健康のためにそれがいいの、ね、なんかトラウマでもあんのかしら。弱いんだけど。はい、来た。こちらの狭いっていうのがちょっと気になるところだが、あ、これはいけんじゃねえか。で、この人ちょっと怒ってそうな感じですね。よし。てりでてりで。やっぱちょっと動き早い気がするな。目があれだもんな。黄色の時はまあ怒ってるみたいな。まあでも割とまあ攻撃のチャンスもあるね。まあそこそこあるっぽいので、まあ頑張れ。どうにかなる。おお2発来たか。てりてり来ました。これがこれまずい。ちょっとこっち。おおまずい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 。おおいけるかいけるかいけるか。いやちょっとリスクはやめ危ねえ。まあリスクは背負うべきじゃない。めんどくさくてもある。ちゃんとこっちからやるな。まあ、途中でまあ止まる場合もあるけど、まあ余計なリスクは背負うのがいいでしょう。へい。リリリリンリリリン。動きはやっぱちょっと違うもんな。今は普通と。爆弾の爆風届くか。まあ届きそうな感じ。好きはな。あやっぱ氷のランスちょっと惜しかったな。これチャンス。これはチャンスだが怖い。めちゃくちゃ怖い。これは OK。
ダウンしないな。ダウンしませんね。これを大チャンス。まあ、爆弾とかあるから、まあ、使ってでもいいか。えい。まあ、どうせあれだろうな。出たー。やめて。もうやめて。もう勘弁して。あ、違う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 。俺は何、俺は何を勘違いしてんだ。よし、これでまあちまちまやっていってやろう。やべ、しくじった。来るか、来んね。来てしまった。これしょうがない。逃げる、仕掛ける。はい、おー結構いい。ただひるんでるだけなんだよな。また来た。これ入んねえか。よし、チャンス、大チャンス。吸い込まないならもう大チャンスだな。とりあえず殴りできたらちょっと超合タイムだな。殴りは超合タイム。大樽拡散。おい、まずい、食らうね。もう薬草持ってんのかな。あれ食らうときあるからな。えい、なかなかいきませんね。しかし、おい口やべ、やらかした。はい、ここった。これもチャンスなんだ。これはちょっとこうだね。あー、これ完全的なターンだからな。これ神掃除はやめて。もう狂ってるもん。やめてくれ、もう見たくねえんだ俺はこの光景を。俺はもうこれは苦手でしょうがないんだ。おお、これはちょっとまあ攻撃に特化して、で、あ、じゃあここで、へい、落ちた。よーし、まず一発目。あ、取れた。よし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 、ほいほい、よし。もう全然剥ぎ取れねえじゃん。あら、剥ぎ取れないぞ。場所が違うか。うおおおおお、すげえ吹っ飛んだ。すげえ吹っ飛んだな。一発目ダウンか。一発目ダウンが34。あー34か。まあ15 15 15か。なるほど。しかもでも今爆弾あってのあれだからな。爆弾あってのこれですからね。ちょっとなんとも言えねえんだよな。まあやるしかないか。言ってまた。まあ何を言われるのはもうやるしかないんだよね。これでちょっと横に逃げ。頼むぞ。よし、お、へい。今のいろいろ遅かったな。判断遅かったな。これも弱点だから。口の中弱点だから。口の中は弱点っていう謎のあれだから。
これはチャンス。なくなっちゃったか。あ、じゃあ爆発すんだよ。やめて。完全これ敵のターンだから。はい。こうで。こうで。はい。この正面はまず危ない、よかった。なかなかチャンスがあるね。もうないのか、デメキン。デメキンねえのか。くんじゃねえぞ。くんじゃありませんわよ。おい。オッケー。これしょうがない、これしょうがない。ちょっとめっちゃ食らうな。このチャンス、これが大ダメージなんだよ。ちょっと回復だな。回復の、わーい、なんだこれは。チャンス邪魔すんだよ。危ねえ、この大根じゃ爆発するからな。なんか知らんけど、謎で、もうずっとこれだけやってくれるんだけど、こいつは。あ、今爆発したのか、あれは。今普通だな。あ、別に戻りの回るか全く必要なかったな。なぜか持ってきたけど。これがラスト当たってなくね。さあ問題、ちょっとこっからでしょう。ティリンティティンティン、この爆弾使い切った状況でこれどうすればいいんだろうな。あともう殴るしかないんだ。とりあえずは殴るしかないと。なし、それは狙う。音も言ってくれればよかったわ。いいな、そうもいかんと。やめて、すげえ大量だな。やべ、あー、まあいいよ、これは逆によかった。すごい活発ですね。活発だわ。テリリンテリリン、来た。邪魔をしないでくれ、外交中。オッケー、弾かれてんな。もうあれか、次なんだろうな。あ、まあいいや、もうグレード1個しかないわ。テリンテリン、時間が29。さあどうなることやら。いて、それは勘弁して。ああ、珍しいね、初めて笑顔な、このグライモス現象。やめて、まあでもランスも一緒だからな、この夏は。まあ基本そんなにあんま攻撃できないな、まあ、ランスも一緒のはずだからな。こういう時しか攻撃できないって考えたら、まあほぼ似たような感じなんじゃないかっていう。チャンス、これは逃してはいけない。あ、でもまともに食らったらもう即死かもしれんな。ヘイヘイ、ティリンティリンティリン、
これ怖いな。動き早いですね、やっぱ先輩の。おい、なぜこういうとこ音も来ないんだろうな。やっぱなんか命の危険あるからな。まあ食われるかもしれないからな。実際だって食われるとかあるんじゃない、その音もアイルが食われましたね。恐ろしい話だ。いや、もう俺も大っ嫌いだ。俺も攻撃できないかな、これは。よいしょ。ふわふわふわ。これ中めたら全員食われるときあるからな。全員食われるって言うから。場合によってはね。いや、まだダウンしないか。時間で言うとあれか、まあ20分。残り20分ぐらいか。へい、よし。これはこれ場所取りも結構大事なんだよ、今ちょっと不透明してるけど。これなんていうの、この状態でこのグワーって来られたらなんか、まあ、ちょっとうまい具合に端っこにいればなんか、まあ、こっから始まって俺はこっちに今逃げてる感じでいけば別に問題ないんだけど、まあ、その戻ってなんていうの、戻ってその手間っていうかその時間考えるとやっぱあれなんだよ、そこの位置取りもちょっと気にしていかなきゃいけないみたいな。なかなか大変よね。へい、リリリリ。まあちょくちょくひるんではいるが、内側か。ちょっと多いな、小池のやつが。おい、立ってるとなんかこうはめ技、なんかはめられた気がするんだよね、なんかあれ食らうと。気のせいか。当たりませんね。デリデリデリ。あー、チャンス、やっとチャンス来たよ。これをちゃんとものにしないといかんからな。おお、外すな、もったいね。これ怖いよ。ディ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 、やだな、なんか普通にこれ時間足りないとかなったらもう俺結構ショック受けて、ここまでやっといて。はい、来ましたと。まずい、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 まずいよ。危ねえ。いい。スタミナいるか。いや、でもこれダメだったらもうあれだよな。もう単純にこれ武器とか来たりしかないんだよな。いろいろと。まあ、ダメなこと考えてもしょうがねえか。そんなこと考えてるからこうやってなんか俺はまた。アタック食らってしまうんですよ、山つかみアタックは。端っこか、真ん中くらいか。ティリティリ、いい天気だな。しかし起きた、それナイスですね。もうそれをもっと頻繁にやってくれるんだ。声すげえな、このハンターが。もう昔からこの声だよ、もうポータブル。確かなんか 初代の穴があった気がするんだよな、この声が。ビリビリ、いやー、ちょっと待って、23分か。よし、ここいいな。ね、ちょっともう一発来てくんないかな。来ましたね。よし、もうとりあえず行くか。じゃあとりあえずはこれもらっていく。
ティリティリ。まあもらう、ハンドラゴラもらうじゃん。これ何回あげてるんだこれ。おい、マンドラゴとか普通に買えるぞ。お、結構いけんね。リフォーム、これが入り口のとこだったら助かった。どうだ、こっちか。ひえ、よし。おお、いきなりね、そうでもやってんのか。俺が入った瞬間にそういったお金もやってんの。さあ問題としては、あ、違う、21分か。21分以内に爆弾も何もかもなしでこいつをぶっ倒さなきゃねっていうあれで。俺今、俺触ってなかった今。嘘、そんなことってありえんの。なんたろうごない。よし、お前汚せ、俺のために汚せやがる。これほら、俺のターンだ。何もしてくれないか。よし、それで、それでいいのだ。たこ焼きみたいな。たこ焼きだよこいつ。さあ、殴り系はちょっとやめてほしいよな。まあ一回一回閉まった方が安全か。安全も何もないですけど。おい、まあでもここでちょっと誤ってながら降りてしまう可能性もある。まあ片手だから、まあこれでもいけるか。よし、チャンス、チャンスが到来した。間違えた。チャンスはもう2しかないとな。あとこの振り、多分振り向きの時間もあれだよな。できるだけあれだ、ちょっと試してみるか。こいつの正面立った方がいいんじゃないかなっていう。よし、これが地味なんでしょう。俺さっきしゃがんだよな、さっきな。おー、やめてくれー。ちょっとしゃがんでたような気がするんだ。俺の気のせいか。どっち見てんの。よし、うっそ、これはでかい。これはもったいね、これはもったいね。あ、しかも気になったか。そうだな、毎回端っこなんだよ。テレリリリリン、もう一回やれ。あー、でもいいですね、ナイスですね。そう、そういうのガンガンやってくれるボランティアバンバンザイ。ほら、このハイフロステージで勝つからな。あー、いいね、いいですね、非常にいいですよ。それを毎ターンやってくれ、こいつはもう毎ターンそれを俺にやってくれればもう最高のあれなんで。しかも端っこだから、まあちょっとずつ、なんつうの、ちょっとずつあっち側に行くような感じでちょっとやっていけばいいんだよ。それでいこうぜ、ちょっと。へい。ああ、そうそうそう、こういうこと。でこれで来たとしても、あれがその吸い込み来たとしても俺は完全にかわしきる。端っこはいいな、ここでいい、ここやだ。ちょっとこれ当たんないか。えい、あー、くそ、もう耐え気づいよかった。もっと早く気づいてれば多少は違ったかもしれないのに。お、いいぞ、それ大事。このワンランドフルで殴るのとオータラボがどんぐらいのあれなんだろうな、威力っていうのは。いや、これはこれで結構ダメージ入ってるはずなんだ。でもう一回ちょっと端っこに寄せて、よし、これはもらっていく、当たってね。よし、よし、よし、よし。割となんかひるんでるな、割とひるんでいるので。こいつ勝手なあれか、爆発してくれ、爆発してくれから、まあ倒す必要ないっていうのが
く。ああ、これちょっと今しくじったね。ティリティリ。山塚めなんかうまそうだけど。これ何なの？この人は。これは竜なのか。何でもかんでもなんか何でもかんでもあるよな。竜にしろしろ。えい。いや今回いい感じじゃねえか。このラウンドは。ああそれ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 なんですよ。私が求めてたの。えい。これはでかいぞ。しかも割とこのラウンドになってからだ。これ割とこういう系の攻撃がちょっと多いのは非常に助かる。来い。あ、それだ。ティリティリ。これは逃げる。へい。あー来ましたね。ひるむのいいけどあれなんだけど攻撃が終わってしまうんだよな。そのターンが。よし、これで回転木工が来ても問題ないと。おお、でも結構なんかひるんでんな。ちょっとあれに寄り切ってきたな。ちょっとここで研いで。ああ来ましたね。まあでもこれは問題ない。いけるいける、いけるはず、いけるはず。大丈夫、ここに。おお危ねえ。よかった。よし、このこっちの端っこからちょっといくか。じゃあチャンス、チャンスはものにするのだ。全然当たんねえぞ。位置か、位置のビューの悪いのだ。ちょっとあれだな。よし、これ爆発してなんか俺が内側に吸い込まれてみたいな。それ最後のパターンで。やめて、やめて。あのこっちに来てくれて非常に助かる。そう、助かった。雷光ちょっと厄介だな。早く爆発してくんだよ。ちょっと、えい、落ちた。お、結構いってんじゃねえか。あれもうハゲ取れないよな。もう、あ、落ちた。普通に落ちたわ。よし、これは一応これでやって。ダウンするの早かったな。最初の1、2回のなんかあれじゃない、ちょっと間隔がちょっと短くなったんじゃないか。12分か。テレテレテテテテテ。まあ、手数あれか、ちょっと増やしてみよう。へい。さあ来てくれ。大々的な。それはいいんだよな。てー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 。さあ来い。あー、そう、そういう系の多いな。ちょっとすごいガスが凄まじそう。なんかこんなのがいたらどうなんだろう。なんか位置が低い気がするんだけど、気のせいか。気のせいではない気がする。当たらないか。当たらん。この12分どこ、この12分だよ、ほんと。あー、それ系ばっかり。テリリンテリリン。あー、しかも場所があれだな。
おお、なんだこいつは、急になんかあれだね。ちょっと守りに入ってきたな。すごいな、この。困ったもんですね。頼むぞ。やっと来た。ここで、まあ、さっき運が良かったな。これは大丈夫。一気にぶった切る。あ、終わった。いった。いつの間に。はい、終わった。俺どこ行った。俺どこにいんの。あ、吸い取ってるか、吸い取ってるっつうか、なんか。あー、よかった。氷の地。氷の地はあれだからな、貝でも手に入るからな。おい。体液。てててて。まあ一応でも、こんな、もういけるんだな、割と。まあちゃんと、まあこの日さえしてればあれか。これがすげえんだよ。この、口の、この、これがわけわかんねえんだよ。よし。歯がすごいな、これ。ああ、でもこれだと G 級なるか。まあ一応最上級に。まあいけるなって感じかな。てててれてー。おー、まあまあか。まあ死なずに済んだと。へい。てー。はい。ちょっと話聞いていくか。てん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 てー。謎。あら、あら。ポッケ村落ち着くよな。出た、このしかも4万ですやばいな。おー、いっぱいいるね。ライデン、キリン。最後の招待状。これやばいぞ。あ、これもいけるんだ。やば。黒の肩く。もうめちゃくちゃなんだよな。このファランクス。お、やばいぞ、この。もう狂ってるよ、レベルが。そうか。でーれんれんれん。へー。昔話も珍しいね。偏屈な人間の技像ってな。ほう。ほう。忘れたのか、結局。リリリリー。怪しい真っ赤な羽文字の男でことになりそうっている。ほう。なるほど。なるほど。
ね、あ、これか。これも欲しいのよね。100か。結構、まあ強くなんじゃねえか。これもなんか昔ちょっと使った気がするんだよな。ディリリリリリリ。ラージャン。私のラージャン。ディリリリリリ。悲しい曲。ボンド。はあ、火薬術か。火薬術いいな。悩みどころだな。逃走、弾かれ上手。まあ逃走術結構、まあ、地味に、まあ、強いは強いんだよな。秘境探索術ってのが別になんかそんなに何とも言えない感じますけど、まあ、弾かれ上手は、まあ、まあ、切れ味が、まあ、変にくくなるっていう、それはまあいいんじゃないかなっていう。まあでも火薬がまあ3人いればあれか。結構まあアフター、弱いの声か。弱いの声のもあるんじゃないの、まあ、割と弱いの声どんぐらいあるんだろう。とりあえずはいっか。じゃあ次は、いや、いい空だな。まあ G 級、あ、最後のまあ G 級やったりとか、まあ適当にして、まあ、まあ考えるわ。では空パーだ。